あー切れた切れた。ゆきこ様が、金満三宅と呼ばれてあってるんですけども、まあ、金満三宅ですよね。秋篠宮さんは自分には甘いんです。この人は。他人には厳しいですよ。大女祭です。苦言を呈する発言をしてるんですよね。人格否定発言とか、天皇陛下の足引っ張りまくってるんですね。週刊新潮から、秋篠宮さんは会見で、皇太子殿下の人格否定発言に苦言を呈され、かつ、ノリノミヤ様のキューピッド役を果たされて、皇族として重責を果たされる。一方、皇太子殿下は孤立感を深められているというと、弟ミヤの公然たるアニメや批判に対する喝采、まさに皇室の危機ではないか。新潮がそう書いてた時代の話です。こんな風に書かれちゃってるんですよ。いかに天皇家の足を引っ張っていたかわかる記事です。その当時で言うと皇太子家です。ご承知のように、秋篠宮は、まさこのキャリアや人格を否定するような動きがあったという皇太子のお言葉に対して、発言する前に、せめて陛下とその内容について話をして、その上での話であるべきではなかったかと思っておりますと、そこのところは私としては残念に思いますと苦言を呈されて、外国訪問もできなかったということなども含めて、マツコも私も悩んだというアニミアの発言に対しても、私は公務というものはかなり受け身的なものではないかなと、聞きようによっては外国訪問を望むのは皇太子ご夫妻のわがままではないかという批判とも取れる大胆な発言をなさったと、よくそんなセリフ吐けたなって思いませんか？かなり受け身的なものでって言ってますけど、秋篠宮さんの公務かなり主体的って思うんですけどね。わがままなのは秋篠宮さんじゃないんですか？動物園、植物園、秋篠宮の趣味な公務ばっかりじゃないですか？皇嗣になるときに皇太子の引き継ぐべく公務を引き継がなかったわけですよ。自分の公務取りましたよね。で、引き継ぐ人がいないみたいな発言をされてましたよね。全然受け身じゃなくないですか？かなり主体的じゃないんですかって思いますし、秋篠宮さんってそういう傾向が全部自分に返ってきてるんですよ。例えば、秋篠宮さんは大嬢祭にケチをつけたわけです。これも物議を醸してたわけです。大嬢祭っていうのは、日本の天皇が皇位継承に際して行う宮中祭祀であって、皇室行事であると。重要な宮中祭祀であられるわけです。それに関してケチつけたわけですよ。宗教色が強いものを国費で賄うことが適当かどうかと、そう述べて天皇家の足を引っ張ったんですよね。秋篠宮さんは自身には甘いんだけども、他人にはすげえ厳しいです。しかも全部自分に跳ね返ってるんですよ、ブーメランで。秋篠宮さんが30日の53歳の誕生日を前に紀子さんと記者会見し、天皇の代替わりに伴う皇室行事大嬢祭について宗教色が強いものを国費で賄うことが適当かどうかと述べて、政府は公費を支出すべきではないとの考えを示したと。この考えを宮内庁長官らに伝えたが聞く耳を持たなかったと言って非常に残念なことだったと述べたと、宮内庁長官まで言ってるんです。この時の宮内庁長官は山本慎一郎長官だったと思いますけども、記者会見は誕生日当日の30日に報道されることを前提に22日に行われたと。政府が決定した方針に皇族が公の場で疑義を呈することは異例であると。秋篠宮さんは来年5月の代替わり後、皇位継承順位第1位で皇太子待遇の皇嗣となると。大嬢祭は新天皇国を神々に備えて世の安寧や五穀豊穣などを祈る儀式であると。1990年に行われた前回の大嬢祭では、国から皇室の公的活動に支出される公費、宮廷費約22億5000万円が使われて、政教分離に反するという批判は当時から根強くあったと。政府は今回も儀式に宗教的性格があると認めつつ、極めて重要な伝統的皇位継承儀式で公的性格があるとして宮廷費を支出する方針を決めたと。それでいいですよ。前回を踏襲して同規模の儀式を想定していますが、五穀豊穣、世の安寧をですね、祈る儀式であられますし、新天皇が即位する重要な儀式なんですよ。これは切っても切れないでしょう。国家の国費を使ってやるべきものだと私は思います。宗教色が強いから、政教分離の原則に照らしてどうなのかって言ったんです。秋篠宮さん、自身の5、60億の邸宅がどうなってるんですか？宮廷費で建てられたんですけども、それこそ皇族費で出せばよかったんじゃないですか？身の丈に合った儀式にするべきだとか秋篠宮さん言ってますけどもね。これに対して秋篠宮さんは天皇家の私費にあたる内定会計で賄うべきだと述べたと。全部ブーメランで返ってきてるんですよ。内定費で払えと言ってるんですけど、秋篠宮さんの家こそ皇族費で払うべきんじゃないんですか？身の丈に合ったお家にするべきんじゃないんですかって思うんです。
まあ、だから金満宮家とか言われるんですよ。遺産や国から支出されている内廷費などだが、使徒は天皇家の裁量で通常の宮中祭祀にも使われていると。秋篠宮さんは身の丈に合った儀式にすることが本来の姿とも述べたと。前回の代替わりでも同様の意見を述べたと言って、宮内庁にまで圧力をかけてるんですよ。どんだけ兄宮様の足を引っ張りたいんですか？これは嫉妬なんでしょうね。ダブルスタンダードなんですよ。これも相当叩かれた話ですけど、今回も宮内庁の山本慎一郎長官らにかなり行ったというのが考えてもらえなかったと。この結果、大嬢祭どうなったかっていうと、残念なことにね、プレハブになったりとか一部がね、これ秋篠宮制ですよ。TBS の報道ですけど、新天皇が即位後に行う重要儀式大嬢祭の経費を削減するため、宮内庁が儀式を行う大嬢宮の一部をプレハブ化する方針であることが分かりましたと。大切な宮中祭事なのにね、プレハブにするとかね、秋篠宮の顔立ててるでしょ。こういうことが行われてるんですよ。秋篠宮さんのお家もプレハブで建てたらいいんじゃないですか。プレハブなのは久人くんの8000万の家くらいでしょ。平成の大嬢祭では中心儀式を行う大嬢宮の建設など経費が合わせて22億を超えて公費で賄われましたと。来年11月の大嬢祭の経費も公費で賄われますが、人件費の高騰などにより前回を大幅に上回ることが課題となっていると。そこで宮内庁が経費を削減するために大嬢宮の一部をプレハブ化する方針であることが関係者への取材で分かりましたと。自身の家は5、60億かけといてね、大嬢祭はね、プレハブ化させて経費を削減しにかかる。これはどうなんってわけですよ。自分には甘くて他人には厳しい秋篠宮家なんです。大嬢祭をめぐって秋篠宮さんが先月、宗教色の強い大嬢祭に公費を支出することについて異論となえ、天皇家の私的な会計で行うべきだとの見解を示されていました。かやぶきの屋根が板吹きの屋根になったりとか、これ伝統的な職人の方がいらっしゃったんですよ。かやぶきの屋根は白川郷が有名なんですけど、昔の農村では数多く見られた屋根ですと。約500万棟あったんですが、現在では10万棟にまで減少しているそうですと。すごい立派な屋根ですよ、かやぶきの屋根っていうのは。安価なんです、板吹きの屋根の方が。ある神棚に対して言うとね、4分の1の差があるんですよ。金吹きの屋根は6万円に対して、板吹きの屋根は1万5千円。職人の方が準備されてたわけですし、こういう伝統を崩すべきではないって思いますね。伝統重視を無視しているなぁと、秋篠宮。こういう影響があるんですよ、秋篠宮のね。いらない発言によって。残念ですよね。そのくせ、秋篠宮さんは5、60億の邸宅を建てるんですよ。そら納得いかないでしょう。これには、産経新聞とか、朝日新聞の苦言を呈しますね。大嬢祭でも消えるかやぶき、専門家歴史、鑑みない象徴であると。各国のかやぶき文化について話し合う世界会議が5月、岐阜白川郷などで開かれると。かやぶきはすっかり珍しくなって、天皇の代替わりに伴う皇室行事大嬢祭でも、なくなろうとしていると。かやとは屋根を吹く草の総称であると。日本ではすすきが一般的で、足や稲、小麦の藁を使う地域もあると。豊臣宮殿下が伊勢神宮行かれた時に、かやぶきの屋根にバーッとね、光が差してた。そのかやでもあると思うんです。高度成長期まで日本の原風景として定着していたものの、10万棟ぐらいまで減ったと。消滅の危機は日本だけではないと。その重要性を見つめ直そうと、国際かやぶき協会が2011年に発足したと。世界会議の日本会議が初めてで、ドイツ、それからオランダなど6カ国の専門家が来日する予定であると。かやぶきは草原の文化に共通の建築だと。宝の山である。秋篠宮の意向を十分に考えた宮内庁は、かやぶきを、費用と工期を考えて板吹きにすると。全部ぶち壊しちゃう。で、これ神社界から伝統に反するとの批判の声が上がって、安藤さんも宮内庁に計画の練り直しを訴えたと。そこまで物議を醸したわけです。秋篠宮さんのせいですよ、全部。大嬢祭は稲作農業を中心とした日本に古くから伝承されてきた収穫儀礼根差しているとされると、かやぶきは削れないはずだと。宮内庁の決定は歴史を鑑みない社会の象徴であると。そんな風にかなり非難をされたんですよ、秋篠宮のいらない足の引っ張りによって。これはダブルスタンダードとしか言いようがないです。今回もまたすごいことしてるんですよ。ダブルスタンダードですけど、悠仁くんの900万円受け取るんです。今年は660万円です。年額で受け取るんですよ。月割りですから。月割りで9月に成人されますから、わざわざ節約、節約やって言ってるのに、しかも成人式、成年会見しないって言ってるのに、皇族費だけもらうんですよ。
もらえるもんはもらっとこうというわけです。それは成年式やってからにしたら、その辺もおかしいなと思いますし、それに関して批判が出てることを憂慮されてるらしく、脱金まみやげをするためにすごいこと考えてるらしいですよ。女性自身ね。キコさんにとって加熱していた回収費や過去さん独居生活への批判は悪夢のようだっただろうと。いくらご公務に邁進されていても金満体質を見分け国民に寄り添っていないといったバッシングを受けられていたんですと。今春から来春に向けては悠仁くんの受験や成年式もあって、キコさんとしては批判の再燃は絶対に避けたいとお考えですと。公務もほとんどしてないのに年収900万円なのか。その声はもう十分に上がってるような気がしますが、といった声を上げさせないためにも、悠仁くんが地方ご公務や園遊会に参加されることによって、目に見える実績を示されたいということなんでしょうと。そうなんですか。びっくりしましたね。うわぁ、最悪じゃないですか。年収900万円を正当化させるために、地方ご公務活かしたりとか、確かに活かしますよね。園遊会に参加させようとしたりとか、確かに参加させようとしてるような気がしますよね。そんな目的でやってたんですか？びっくりしましたね。もう呆れましたね。それも税金かかってるんですよ。地方ご公務ってものすごく税金かかってるじゃないですか。ホテル代もいいとこ泊まられるから。高いわけじゃないですか。クラリッツのホテルで何千万しましたか？年収900万円を正当化させるために公務とか出させてるんですかと。何すかそれ。びっくりしましたね。あぜんです。受験生として、そして皇族として、悠仁くんの奮闘の日々は続くみたいなことが書いてありますけども、こういうことしなければ900万円はふさわしくないということなんでしょう。まあ、そりゃそうでしょう。こんな悠仁くんに900万円って与えすぎじゃないですか？使うのは秋篠宮じゃないですかって思いますけどね。以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。さよなら。いやー、呆れますよね。呆れて、ものが言えません。